第6章、極道たちの生き様。錦山は無事か？うわ、織田がやばいな、それよりも。ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。意識はあんねんな。キリュウ、すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いいよいいよ、錦。いや、そりゃこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。うん。すまん。おい、お前、これからどうする気だ？どうしようか。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろう。さっきおめえが下で暴れてる間、青野の兄貴がそう言ってたんだ。どうすんねやろ、合わせた方が。組を上げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。いや、渡したと取ってやろう。社長は今お前の濡れ衣を晴らすために町中の情報を集めてんだ。うん。その社長の首を道島組に差し出すのか。いや、なんとかしてくれそうやけどな。立花さん、黙ってろ。なんだと。割り切れてる。断りゃ立花の代わりに桐生がまとりされる。組織ぐるみで終われる。いくら何でも生き残れねえ。いや、そりゃそうやねんな。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。それもそうや。てめえらが霧を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺の承知の上だった、うん、そうやな。思っているそのタイミングが早かっただけだ、うん、なかなか早かったよな。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。いや、ちょっと親さんに会いに行きたいよな。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の空の一つをかっさらうつもりでいた、うん、ああ、そうなんや。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。うんうんうん。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。まあ、桐生のせいでもあるよな。兄貴を甘く見すぎだ。あの人クゼなんかと比べ物にならない。クゼより強いんや。知れもんだ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。クゼ、そう見たらなんか可愛く思えてきたな。助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えるや、うん、堂島組と取引できる余地もある。確かにそれはそう。だといいがよ。立花さんもう知ってんじゃん。社長、織田です。今は桐生とセレナって店にいます。ええ。それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい。うちが空の一つを追っていることにも気づいてます。うん。だからどうする、立花さん。社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。織田、社長を堂島組に売るかもしれない。いや、そうやけどさ。おい、ちょっと待て。いいんだ、錦。でもよ。いや、風間のやつさんのアドバイス聞きたい。これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。そう。悪く思うなよ。社長思いのええやつやん、織田。そうは言っても。
騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。ごめんよ、レナ。うちの心配なんて。それより、これからどうするの？懐広すぎるやろ。おい、待て。キリュウ！おめえ、どうする気なんだよ。また一人で突っ走んのか、キリュウ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けたときは、一人でやるつもりだった。お前まさか。まずはクゼを捕まえて、俺の濡れ衣を晴らす。またクゼか。振り出しに戻ったな。剣能会会長。この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも。俺はやるしかねえんだ。やってやろうぜ、キリュウちゃんよ。よし、殺しの濡れ衣を晴らすか。そういや、殻の一粒をまだちゃんと見てなかったな。警察もいなくなったかもしれない。一度現場を見ておくか。殻の一粒へ向かえ。よし、オッケーオッケーオッケー。殻の一粒、確かに、最初に見たっきりやもんな、ストーリーの。ここか。だいぶ奥ばったとこやな。よし、着いたよ、殻の一粒。めちゃめちゃ商店街の奥の奥や。こんなとこかな。うわ、まだ地位あるし。さあ、撃った犯人は誰なんやろな。誰か来た。あっ、橘さん。お前か、もしかして。橘。橘なんでここに。警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。橘が撃ったとかじゃないよな。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。お、もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。うん、そうやな。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。なるほど、クゼじゃないんか。どういうことだ。つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。クゼじゃない。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。うん。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに。わざわざ来たんか。ええ。ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。いや、やっぱ立花さんエリートやな。その割に小田は泡食ってたかな。うん。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。やっぱり立花さんすげえわ。かっこいいだけある。まだ接触はできていません。うん。ですがその人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば。誰やろな。堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。頑張るわ。頑張って生きとくわ。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。一日。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。はいはいはい。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだ。いやいやいや、まあそうやねんけどな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。織田の忠告も無視してな。明日連絡します。どうかそれまで
堂島組から生き延びてください。キリュウさん、ミッション雑、生き延びろって。立花さんも危ないけどな。まあなんとかすんねやろか。今は立花からの連絡を待つしかない。家に帰っておとなしくしているか。家帰る？この状況で。俺ならホテルとか取るけどな。まあ家帰ろうか。おい、誰かおるわ。柄の悪い男。おいおい兄ちゃん、ちょっと待てよ。なや、坊ちゃんか。何黙って通り過ぎようとしてんだ。ここを通りたかったら通行料払ってもらおうか。顔おもろいな、お前。カツアゲか。かわいそうだが今かかっている場合じゃない。おい、なんとか言ったらどうなんだ。怪我したくなかったら金を出せってんだよ。しょうがないな。それじゃ、しっかり拾ってよ。え？そら！ばらまきよったで。うお、金だ。おい。すげえ、俺こんな大量の札見たの初めてだ。あ、てめえ、それ俺が先触っただろうが。手出してんじゃねえよ。うるせえ、お前こそその足どけろ。めっちゃおもろいやお前。あ、金持ちボンボンやろうって感じか。やれやれ、まったく貧乏人ってのは浅ましいもんだな。蝶ネクタイしやがって。あ、何見てんねん。ん？なんだ、君もお金が欲しいのかい？いや。いや。そ、じゃあ僕は先を急ぐか。じゃあね。おい。あんた、道を開けるためだけにいつもああやって金をばらまいてるのか。そうだけど。結局金を払ってるんじゃ、カツアゲされてんのと同じことじゃねえか。ああ、やっぱり普通の人には分かんないのかな。なんだと？あのね、僕みたいな超お金持ちになるとね、お金なんて吐いてするほど持ってるわけ。あんなはした金いくら払っても痛くも痒くもない。それよりもああいう連中と関わって時間をロスしちゃうとしちゃうことの方が痛いんだ。それを避けられるくらない、避けられるならいくらでも金を払うよ。金持ち喧嘩せずってわけか。そういうこと。金持ちくん、お前ガリット中の福島ちゃん、もしかして。絶対そうやな。そういうこと。試しに君もやってみたら。は？何をだ。お金ばらまいてみてごらんよ。いや、しかし俺は別にそんなに急いじゃいない。本当にそう？道を歩いていて通行人が邪魔だと思ったこと一度や二度あるんじゃないかな。だいたい肩ぶつかって歩くからな。だいぶ邪魔やな。それはまあ少しくらいはでしょ。笑い方もキモいし。じゃあ試しに今ここでやってみなよ。きっと邪魔な通行人をどかすことの快感ってのが分かるはずだからさ。しかしそうは言っても手持ちの金が。大丈夫、今回に限り特別サービスで僕があげるよ。君は思う存分ばらまきを堪能するといい。優しいな。分かった、それじゃあお言葉に甘えて試させてもらうとしよう。キリュウもキリュウで試すんか。お金をばらまく。アドベンチャー中、資格を押すと所持金を消費して周囲にお金をばらまくことができます。その際近くに人がいるとお金に反応して集まってきます。試しに後方の女性たちを自分の周囲に集めてみましょう。 OK。 資格か。今月ピンチ。狭い路地では道を塞ぐようにチンピラたちがたむろしていることが多く、バトルを回避して進むのが難しい場合があります。そんな時には周囲にお金をばらまくことでチンピラたちの注意をそらすことができます。なるほどね。これいくらぐらいばらまいてんねやろ。10万ぐらいかな。お前らどけ。ダッサいな。お金をばらまく脇を通り抜けましょう。お前ガリット中名ありがとう。まあまあ何かに使えんねやろな。どうせ無用なバトルを回避することができる。了解よ。いやー、実に豪快なばらまきだ。とても一般庶民とは思えないよ。まあ何千万も持ってるからな。これが金持ちの世界ってやつか。正直あんまり気分のいいものとは言い難いな。でも急いでる時とか君は争いに巻き込まれたくないと思うことがあるんじゃない？そりゃあまあな。でしょ？そもそも僕に言わせればタイムイズマネーなんてのは嘘っぱちもいいところだ。時間はお金よりも貴重なのにね。まあそれは言えてんな。なるほどな。あんたの言うことも一理ある。
だからね、君を無用な争いに巻き込まれそうになったらお金をばらまいてみるといいよ。ほんまムカつく顔してんな。あんた相当金を持っているらしいが、どうやってそんなに稼いだんだ。どうやら君の金持ちの世界に興味が出てきたらしいね。まあな、こいつなんとか王じゃないんかな。できれば手っ取り早く大金を稼げる方法なんてのがあると助かるんだが、贅沢を言ってるのは重々承知だ。あるよ。本当か。まさにハイリスクハイリターン。あれのおかげで僕も荒稼ぎさせてもらってるよ。あれ、うん、劇場前広場にいてごらん。君が真の金持ちならそこから先へ進むことができる。そこに何があるんだ。行ってみればわかるよ。真の金持ちだけに許された世界がそこにある。なんやろう。ま、もちろんビジネスは手広くやってるから稼ぐ方法はそれだけじゃないんだけど ね、 そうだね。僕は、いや僕らは普段あるちょっとした方法で資産を運用していてね、それで多額の利益を得ている。そっちの方の話も聞きたくなったらヴィンセントにおいで。だいたいいつもそこにいるから。ヴィンセントか、わかった。なかなか有意義な時間を過ごさせてもらったよ。それじゃあね。金持ちか、ただのボンボンの息子じゃなかってんな。ちゃんとビジネスやってんねや。明日になれば立花から連絡が来るとはいえ、それで万事が解決するわけでもね。今は少しでも資金を増やしておきたいところ。劇場前広場に行けば金を増やす方法がわかるらしい。行ってみよう。了解了解。なるほどね。劇場前広場行くか。よし、劇場前、ここやな。劇場前広場に行けば金を増やす方法がわかるらしいとか言っていたが、ん？今日も楽しみだな、金持ちそうな男。小汚いホームレス。ヒヒヒ。どうぞこちらへ。なんや、なんか違法なことやってんのかな。あ、サブストーリー18、扉の向こうに。サブストーリーなんや。メインじゃないんか。あ、また別の、別か？ん？いやでもこっちに入れってことやんな。よし、ちょっと入ってみようか。ごゆっくりお楽しみよ。金持ちそうな男とホームレス、異色の組み合わせやけど。うわ、怪しい扉。なんだあの扉は。なんなんだこの扉は。中に何かありそうだが。おっと兄ちゃん、その扉には入れねえぜ。あんたさっき男をこの中に誘導していたな。この中には何があるんだ。それは簡単には教えられねえな。ま、強いて言うなら男の夢の場所とでも言ったところかな。カジノかな。男の夢の場所。あ、最高の場所さ。兄ちゃん、興味がありそうだな。まあ気にはなるな。で、どうすればこの扉に入れるんだ。へへへ、ここは俺が認めたものしか入れないルールになってるんだ。あんたも入りたいんなら俺に認められるように頑張るこったな。お前に認められるためにはどうすればいいんや。おう、であんたはどうすれば俺を認めてくれるんだ。ここは金を持っている者の楽園だ。金を持ってないと入っても面白くね。あんたが金を持っていること、そしてこのその金を惜しげもなく使える豪快な男であること、それを証明できれば俺はあんたを認めてやるよ。せいぜい頭をひねりな。金を持っている者の楽園。金持ちの福島が言ってたのはどうやらここのことのようだな。金を持っていることと金を惜しげもなく使えることをこいつの前で証明する方法か。あれちゃん、金ばらまいていいんちゃん。そら、ほら。あんた何やってんだ、気は確かか。金を惜しげもなく使えるってところをお前に見せてやろうと思ってな。へへへ、だからってばらまくことはないだろう、バカな男だ。気に入った、入れてやるよ。やっぱこれでええねや、目いってんな。さあ入るぞ、ついてこい。よーし、中 何あんねやろな。え？何？またビキニの女出てきたで。ここは JCC ジャパンキャットファイトクラブ主催のキャットファイト賭博場だ。キャットファイトってあれやんな、女の子同士の喧嘩みたいなやつやんな。色っぽい姉ちゃん同士が美しくも醜く戦う。そしてドイツが勝つかに男たちは金をかける。ここはそういう賭博場さ。目で見ても楽しい。もちろん賭けに勝てればもっと楽しい。男の夢のような場所だよ。いい趣味してるだろ。
うん、なんとも言えねえな。あとこれ返しておくぜ。10万返してくれんねや。これはさっきあんたがばらまいた金だ。なかなか面白いもんを見せてもらったからな。返してやるぜ。まあその金でせいぜい楽しみや。幸運を祈ってるぜ兄ちゃん。ああ、キャットファイトか。なかなかのイベントやな。神室町にこんな場所があるとはな。まったく趣味な場所だぜ。だが確かにここならリスクあるが、金を増やすことができそうだ。有効に活用してみよう。なるほどね。ここでも金増やせるって感じか。昆虫女王を思い出すね。これが後の昆虫女王メスキングになっていくんか。ごくり。生唾ごっくんしとるやん。キャットファイトか。ハイリスク入りたんだが、相当な荒稼ぎができるみたいだな。とりあえず大金を稼ぐ方法は分かった。明日に備え、そろそろ家に戻るとするか。よし。じゃあ、アパート戻るか。明日、立花から連絡が来るはずだ。だが、それまでここでじっと待っているしかないのか。俺にできることがまだ何かあるかもしれない。夜が明けたら街で情報を探ってみよう。道島組を俺を探しに動き出すだろうな。見つかったら戦いを避けられない。連中も本気でかかってくるはずだ。準備をするなら今のうちだが、どうする？もう休むか？まあ全然大丈夫やで。休もう。明日に備えて今日はもう休むか。おやすみ、キリュウ。神室町風間組事務所。夜明けだ。渋沢。キリュウは立花を渡さねえって腹です。みんな集まってんねや。堂島の親父につなげ。クゼ、なんかクゼの方が下っ端感出てるやん。親父、阿波です。例の件ですが、やっぱりキリは始末します。やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめやきっちりつけさせます。ええ、では組長も認めてんのか。構いませんよね、クゼの兄貴。ちょっと滑舌悪い、ベロ長い。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。おお。そう言わんでくださいよ兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。うわぁ、わっけぇなぁ。それについて風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。柏木さん、どういう意味でしょう。元はといえ、キリュウは風間の頭が拾ってきたわけです。道島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。どうする、柏木さん。いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。今日は冷麺食ってないねんな。そうだな。お前ら、キリを探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さない。生け捕りにして俺の前に出すな。イライラしてんね。あ、錦もおるんか。アイコンタクト。どうなんねやろこれ。